カッパについて知ってるよ。カッパっていうのは生物と妖怪の間の存在？ちょっと定義が難しいんですけどね。ぶっちゃけた話、その辺の川にもいますよ。なかなか普通の人じゃ見ることが難しいんですけど、私とか霊能力とかサイキック能力を持ってるんで、カッパを見ることはもうしょっちゅうなんですよ。ぶっちゃけですよ、私のアルバイト先の職場にもカッパいるんですよ。カッパっていうか、カッパとの合いの子、カッパと人間のハーフですよね。そういう人が、2、3人ぐらいいますよ。ちょっとですね、プライバシーの問題があるんで、ちょっとあんまり詳しくは言えないんですけどね。これハイボールです。霊力を高めるために飲んでるんですよね。カッパ、なかなか会えないですよね、普通の人は。ぶっちゃけた話、結構その辺にハーフの人がいますよ、カッパとの。今度紹介しましょうか。